HF120HF120 は小型のターボファンエンジンで GE ホンダエアロエンジンによって軽量ビジネスジェット機市場向けに開発された GE ホンダは200機以上の販売を見込む日本の自動車メーカーであるホンダは航空機事業の参入を目指して当初1999年より小型クラスに属するターボファンエンジン HF118 の自社開発に着手していた。しかしホンダは航空機エンジン分野には初参入であり、HF118 は実績不足のため機体メーカーには採用されなかった。また、FAA の形式認証をホンダ単独で取得することは難しいという課題を抱えていた。しかし、大型ジェットエンジンの技術と FAA、形式認証取得のノウハウを持ち、 かつ小型ジェット事業に関心を持っていたゼネラルエレクトリックが HF118 に興味を示し、その結果ホンダとの共同事業化が成功、合弁会社として GE ホンダが設立された。その後、ホンダと GE が共同で作り上げた最初のジェットエンジンが HF120 ターボファンエンジンである。幅の広い交代格のあるファンを備え、 低圧圧縮機は二段軸流式圧縮機、高圧圧縮機は延伸式圧縮機を採用している。燃焼室は反転式、タービンは低圧二段、高圧一段である。高圧タービンには単結晶耐熱合金が使用される。同水準の水力を発生する他社のエンジンに比べて、環境に配慮した設計で、小型軽量、低燃費、高耐久性、低騒音。 低エミッションである。定格水力は 2095LBF。開発開始の2006。原型機の HF118 はほぼ同じサイズであったが水力は 1670LBS と小さかった。HF118 から重量低減、燃費改善、水力向上を図ったことから完成は2009年までずれ込んだ。水力については、 2015年の時点で 2400LBF まで強化する研究が行われている。また2016年の時点で GE ホンダやロエンジンの社長スティーブン・シャクナイティス氏は次世代エンジンの開発について開発のスイートスポットは3000から4000パウンドスラストエンジンにあると答えエンブラエルフェノム300を筆頭とするライト級が次の市場であると語った。 HF120 の修理、オーバーホール拠点としては、米国ノースカロライナ州バーリントンにある、ホンダエアロが選定されている。また GE ホンダは、メーカー保証期間、保証範囲を超えた、定期点検、定期交換や、故障時の修理、交換を保証する、エンジンメンテナンスケアプログラムを、GE ホンダ認定サービス拠点を通して、提供している。プログラムには、 顧客に包括的な保守内容を提供する EMC2 と主に部品を提供する EMC の2つのコースが設定されている。2017年現在ハンデイジェットに搭載されている。他にはスペクトラム S-40 フリーダムに搭載する計画があったが開発は中断している。2014年10月21日にはシエラインダストリーズと共同で サイテーション525の中古機体のエンジンを HF122 乗せ替えて機体の性能改善と価値向上を図るサファイアプログラムを発表したが、当のシエラが2015年11月にイノーバエアロスペースに買収された影響で、この話は白紙となった。ホンダジェットに搭載された HF120 一般的特性構成要素、性能をありがとうございます。